授かりし、バイオブラック単行ツアーインスティーバ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 ー近い。教祖様の話を遮ってしまいましたので、私怒られてこんなことをされております。お前、人の話は聞けってお父さんから教わらなかったのかって言ってですね、はい、服を貫通しておりますね。一体どういう仕組みでやっているのかよくわからないですけど、はい、ということで本日もやってまいりましょう。バイオ観光ツアーでございます。バイオ村観光ツアーですね。インスペインということで、インルーマニアが見たい方はですね、ぜひバイオビレッジの方をご覧ください。私はそちらの担当ではありますので、誰か見つけたらいいかなというふうに思います。はい、バケーションの行き先をとおっしゃるんですけれども、今回ね、秋になってますんでね、はい、バケーションは8月か12月で行っていただけたらなというふうに思います。はい、というところでですね、今回ですね、ちょっとおかしなですね、工場に迷い込んでしまったというところで、皆さんついてこられているでしょうかね。はい、ということで、皆さん画面の向こう越しからね、安全なところからご覧いただけるというところでございますので、はい、勝手になるのか、ツアーガイドの私グルーコースが適当にごちゃごちゃ喋ってるだけでございますんで、はい、まあ、そこはですね、ゆっくりとご覧いただけたらなというふうに思います。ところでですね、皆さんに1点ちょっとお願いがあるんですけれども、ここまでご覧いただいてますけど、1点お願いがあるんですけど、ぜひね、チャンネル登録グッドボタンを押してください。で、観光ツアー楽しいよという方はですね、明日以降もね、こんなテンションでね、やってまいろうというふうに思ってますんで、ぜひね、楽しんでいってくれたけど、このテンションとペースで喋っててますんで、一体何が起こってるかというと、まずね、カミカミになるということで、ね、頭の回転が追いつかなくて、次に何を喋ろうかなということを全く思いつかないということですね。で、後ろからおじさんが来てるので、ふーっていうふうに振り返ってね、で、彼のですね、首を絞めてね、こう骨を折ってやろうという作戦ですよね。よいしょと、あ、痛い、妻が飛んで、くるっと振り返って、いつの間にかチェンジ、グイグイ、届かないよ、残念でした、また来てね、来年会いましょう。おー、いいか。カン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 ピーッ、はい、これね、首がパキッと折れたように見えてるんですけどね、相当強い力で引っ張ってたんですね。で、ルイスもね、相当強い力で引っ張っていたということでね、お二人のね、共同作業がまさかのね、人殺しから始まるということでございますね。あ、ちなみに、今横に倒れて首がグラグラになっている、いるのはですね、野原さんでございますね。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、ということで本日はですね、早速やっていこうというふうに、ここで一つ大事件が起こっているということもですね、何かというとですね、今からレオンの口から入る、そうなんです、取られたか、私装備が全てないでございますね。彼の持っていた斧をね、ぜひともね、いただきたいんですけどね、斧を手に入れることはできないということですね。はい、ということで、まず通信をね、来てね、はい、今回のターゲットの居場所を使う、今回は警告を案内してあげてということなんですけど、警告をじっくりと案内してると、時間がいくらあっても足りなくなってしまうというところがございますんで、まあ、そこら辺に行くまではですね、サクッといいか、この工場をゆっくりとね、皆さんご案内をした上でですね、はい、警告をね、さらっと案内していきたいというふうに思います。まあ、警告に関してはね、たくさんの歴史たちがウェルカムということで、ね、少し時間をちょうだい、たくさんのアイテムを持ってこちらに向かってお世話かかってくることになってますね。まずはそのキャストの方々にね、もうシフトの時間が終わってるからさっさと帰った方がいいよということで、大金タイムカードをカチャン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 押していくというところから始めたいというふうに思います。さて、ここは小屋なんですけれどもですね、一体何をしやっているかというとですね、よく分かってないんですね。なぜかというと、ここ廃工場なんですね。だからかつて何かを作っていたんだろうなという工場が見受けられるんですけれども、一体何を作っていたのかというところは残念ながら見受けることができないと。はい、もうシーツやら、ね、クッションやらというのはもうなくなっていますので、この鉄格子のベッドに寝ていくというのは、まるで囚人化のように扱われるというところで、ここで作られているので、おそらくこうやって見ていくとですね、おそらくこれが作られていたんじゃないか、トラバサミですね、トラバサミが作られていたなーということはさらさらないねということで、おっと、なんか気になるものがありましたので、これ見ていきましょう。これ一体なんだろうね、これは一体なんだ、まあ、ここではい、メス、汗、メス、汗、メス、汗ということで、切り刻みながら汗をどんどん拭いていくという、そんな感じのことです。原作だったらここ進んでいくとね、シャーってあるんですけど、ここ残念ながらね、そこには武器処理が入る手間っていうのはありませんので、ここに進んでいきましょう。で、ここに、ね、進んでいくとですね、なんかこの中にはおそらく中に入っているのは、まあ、鶏だったり、コケコッコーだったりね、コケコッコーだったりするかもしれません。これオープンセサミということで。で、ここね、廃工場ですので、当然ながらね、工場の汚水というものが垂れ流れていくということですね。まあ、緑ということですね。私、最近娘がね、私、トイレ行くときにね、ついてきてね、パパ一緒に入るってね、入ってくるんですけどね、私がね、ね、ショーってね、用足しているですね、私のその股間部を見ながらですね、緑ってですね、パパのね、体の中から緑色の液体が出てきたとしたら、それは相当やばいことになりますね。これはね、黄色だよって言って教えてあげるということが今日課になっております。ということで進んでまいりましょう。はい、こちら廃工場に入っていくところでございますが、こちら廃工場に行く際にですね、注意していただきたいのがですね、ここで工場で働かれている方々がたくさんいらっしゃるんですね。で、こちらの工場の方々非常に過敏になっていますんで、まず音を立てると非常に激怒されてしまうというところがありますんで、まずはゆっくり慎重にやってですね、で、ここでサクッまずは働きすぎだよということでですね、タイムカードを押してあげましょう。はい、でタイムカードを押してあげると、ここに並べてですね、私がね、私が持っていないはずであろう武器がね、置いてあるという謎の仕様になっております。で、続いてですね、2人目のゲストが、ゲストは私だ、2人目のキャスターがこちらにいらっしゃるんですがね、キャスターこちらをね、しっかりと見ているということがございますので、こちらでね、さあかかっておいでということで、こっちにかかっておいでということなんですが、はい、残念でした。
はい、しっかりとね、はい、あのこちらでですね、あのここで、で私もカチャンってやっていただきましょう。わあ、これで仲間だよーって言って、痛いの、こんなそんな気にしちゃダメだよーということでね、はい、非常に足の揃え方が綺麗でございますね。はい、てん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 、ちぎれるのか、ちぎれるということはないようですね。はい、でこちらですね、また後ほど戻ってくる理由があります。これなぜかというと、 このね、あの徹底マウス、徹底マウスをね、徹底的にね、徹底しないといけないということがありますんで、この状態で切ることがなかなか難しいということでございます。はい、これはあの駆除しないとですね、私はこれからあの長きにわたってお世話になるですね、あの武器商人という方がですね、あの別名バギーというんですけれども、バギーさんがね、あの仕事をしてくれないというふうになる、激おこぷんぷん丸になっておりますんで、まあ、そこら辺もね、あの今後もやっぱり長いお付き合いをしていくにあたって、やっぱそこら辺のね、仕込みっていうことは大事になりますんで、さあそのあたりはやっぱりちゃんと指示に従っておきましょうというところでございます。はい、でキッチンナイフですね、これなぜこんなにあるのかというと、キッチンナイフですね、一番しょぼいやつでございますね。はい、その前にですね、慎重に進んでいかないとですね、はい、目の前にね、はい、宝田さんがいらっしゃいますね。宝田さんもですね、ちょっと働きすぎでございますんで、タイムカードこちらで切っといてあげましょう。はい、お帰りくださいですね、ということでございます。はい、でこちらにですね、徹底マウスの彼女さんの、ね、テニーマウスっていうものがいるんですけども、テニーマウスさんもケチケチウフフしてて、ね、でそれからフルートと、それから、クーフィーさんもいらっしゃいますんで、そこら辺もね、まとめて始末しておきたいなというふうに思います。でこちら出ていきたいなというふうに思うんですけれど、今のところね、開けることができないということで、ね、私もどうやらね、まだあのタイムカードを切ることができてないということで、ね、もうちょっと働いてから出ていきなさいよということでございます。はい、でここのですね、中が実は溶鉱炉みたいな状態なのか、高加熱でボーンと燃やすことができますので、このボイラーの中でバーンと燃やすことによってトラバス目が出来上がっているという種でございます。であちら行きたいですけどね、まずはここのね、くるくる回さないといけないところが、これね、自動で戻っちゃうね、ゼンマイ式自動扉になってますんで、こっち向いて走れダダ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 という風に急いでいかないとね、すぐにバーンと閉まってね、残念ながらお前にアイテムを返すことはないですよって言って、おめえの席ねえからっていう状態になってしまいますので、ぴょんぴょんぴょん飛んでいくと、でここでね、相手に引っかかってたことによって、トラバサミで引っかかるということがありませんので、このようにくるっと回ると、で誰かが暴れ散らかした跡がこうやってなってますが、ここでアイテムを拾っておきましょう。でチャキーンということでございますね。はい、これでアイテムが戻ってきたよということなんですが、ここでね、これまで拾ったアイテムがなぜかね、また出てくると、でこれは戻ることができませんので、はい、また行こうと思ったらね、向こうから、あ、ちょっと行けるのか、行けないですね。はい、でここはね、またね、クリスにね、鍵ちょうだいよーって言わない限り、鍵を返してもらうことはできませんので、ここオープンセサミーということにしておきましょう。で、あれを見てるとね、ほら、変なおじさんが立ってるんですけど、今のところは無視しておきましょう。はい。無視させてくれない。こっちだ、そこのあんた。はい。どうやらですね、明らかにですね、金を持ってそうな格好をしているというね、オーダーメイドのスーツを着ている彼か、レオンさんの、ね、姿を見てね、こりゃ金づるだぜって言ってね、いいからいろんなことを商売を広げていこうという魂胆が丸見えでございますんでね、彼にですね、お金をね、どんどんね、せしめられていくということでございますが、これ確か徹底マウスの、あれ徹底、あ、いたいた、徹底マウスがいるんで、ガチャーンということでございます。はい。あれ、なんか、あれ3分の2ということだ。徹底マウスとフルートちゃんまで行っちゃったか、フルートちゃんまで行っちゃったようですので、はい、これで。これ、ちなみにですね、なるほど、壁を抜けてバーンとなったんですよ、ような、みたいですね。はい、ドーン。はい、オッケー。これで害虫駆除をクリアしましたんで、はい、これで彼と ようやく商売することができるという状態になっております。はい、彼というのは先ほどお会いした武器商人でございますね。別にバギーということでございます。はい。バラバラのーということでございますね。あそこら辺、皆さんご注意くださいということでございます。で、ここオープンセサミということで、はい、工場で、はい、トラバサミを作っている工場でございました。以上でございます。はい、で、続きまして、取引をやろうぜということなんですけども、まあ、いろいろとあるんで、スペルというものをあげちゃうぜということなんですけども、まあ、いろいろとね、彼とね、商売すると面白いことがあったりしますんで、まあ、それね、いろいろとやっておくことですね。で、まずはこれでね、君ね、実はね、会うの2回目なんですよねってことに気づいてないということなんですけど、まあ、そんなことは気にしないで、チューンナップしておきましょう。で、爆発したことによって削れたボディアーマーを回復するということと、まあ、ここでね、特にね、やることはありませんので、まあ、いらないアイテムというのを売って、おいてね、金策をすることが非常に大事になってくるということでございます。で、この辺これでパッ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 。どんな物も大歓迎だ。この辺で15個もありますんで、15個もいらないので、まあ、とりあえずですね、手持ち9個くらいになるので、いつも食うならいいな。で、アイテムがね、やっぱりね、手元にあることっていうのはね、非常にね、いいようで悪いようなんで、ここは削っておきましょう。ポン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 。で、これ、欲しいアイテムがね、なかなか拾うことができないっていうような状況になってしまっては仕方がありませんので、これでいらないアイテムをポンと入れましょう。はい。これ 59,500円ってことですね。ベリーだったり、ペスだったり、いろいろ言ってるんですね。で、ここでまあ、いろいろとアイテムがあるんですけど、まあ、欲しいアイテムがあったら、いろいろ適当にね、パコパコパコって買っていただくっていうのが非常にいいのかもしれない。俺たちがこいつらをどこから仕入れてた。特におすすめの特殊改造チケットってことで、アイテムをね、限定改造しようとしようと思うときにね、必要になってくるアイテムになっています。チケットになりますんで、ぜひね、必要な方はご購入いただけたらというふうに思います。ただし、相当なミッションをクリアしないと、スピンレルが30個いるということで、なかなか厳しい状況になってますんで、そこはご注意くださいと。で、私はですね、とあるね、チャームが欲しいということで、ね、全部キートークに書いて
ていうことで、あんたならそいつを選ぶと思ってた。でしょうでしょうでしょう、知ってる知ってる、うん、俺も選ぶと思ったよ。それでまた来いよということで、なかなかね、あのいい商売をしてらっしゃるかというふうに思います。ということで、今からですね、あの今回あの先ほどあのオペレーターからもあった通りで、オペレーターハニガン、キャッキャウフフさんからもあったようにですね、あの今からですね、こちらにあるアイテムをブーンと落としておいて、警告のですね、あのご案内を皆さんにしていきたい。やべえ白物が手に入ったって言って いらっしゃるんですけれども、それはあの全くの嘘でございますので、今のところ相手にする必要がありませんので、ご注意くださいということでございます。はい、で今から皆さんと共にその警告の方に向かっていこうと思うんですけれども、警告にはたくさんのね、あのタイムカードを切らないでね、あのちょっとでも時給を稼いでやろうというね、あの悪徳キャストたちがたくさんいらっしゃるというところですので、彼にですね、さっさとタイムカードを切ってね、もうあの時間が過ぎてるから帰りましょうと、シフトはちゃんと守りましょうということをね、あの今からね、あの身をもってお伝えしていきたいというふうに思いますので、まずあちらにいらっしゃるですね、ところをご覧ください。ということでございます。あれ、ちょっとタイムカードが切れるんです。タイムカード。はい、タイムカードがですね。タイムカード切れましたね。はい。で、続いてですね、あちらの、方にタイムカードを切ってない、あ、いましたね。タイムカード切ってない、届くものがいましたので、爆発させておきましょう。静止は爆発でございます。で、あの辺りも確かにね、タイムカード切ってないバカ野郎がいると思うので、ね、ここら辺もちょどんちょどんしておきましょう。あっちの方ですね。はい。はい。で、あの一応ですね、あのここをね、真面目にね、あのタイムカードを切ろうと思ったら、あの非常に時間がかかって仕方がありませんので、ここら辺を省略していきたいというふうに思います。はい、あのできる限りここら辺で倒せるやつは、関しては倒していきたいと。ああ、で、あのあそこでなんかあのムニ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 してるってやつがいますので、はい、そうは当てませんよと、こうは当然は折れませんということでございます。はい、ここ非常に楽しいですね、あの K マークということで、K ランドということですので、はい、降りたらですね、たくさんのキャストがね、いやまだ俺たち働きたいんだよーって言ってね、あの非常に元気がいい、人たちがたくさんいらっしゃいますんで、そうはさせませんと。私にとってもですね、あのやっぱり時給を払うということは人件費がかかって仕方がありますので、商売をする上によってね、人件費をいかに削減するかということは非常に大切なところになってますので、皆さんもですね、あのもし商売や企業を考えていらっしゃるという方がいらっしゃれば、人件費をいかに削ってですね、うまくあの効率よく、パフォーマンスよくですね、稼ぐことができるかということを考えて、ぜひですね、警告じゃない商売をしていただけたらなというふうに思います。ということで、これからですね、数々のね、あのキャストたちがね、いやまだタイムカードを切るには早いですよ、社長というふうに、ね、たくさんの方が出てこられるというところですので、あのそういうそうはさせませんよと、はい、どんどんタイムカード切っていきましょう。はい、はい、次の方、はい、タイムカード、はい、もう仕事終わってるから、はい、さっと帰ってね、さっと帰ってね。今あの働き方改革っていうのがうるさいんですよ。うん、だからホワイト企業というふうに言われるためにもね、あのぜひね、あの皆さんにはあのさっさと帰っていただくっていうことが必要になってきますんで、そこら辺あの私も譲らないポイントでございますから、ぜひね、あのそこら辺はあのぜひ迷ってみてください。逆にね、あのブラック企業認定みたいなことがされたりとかね、あのホワイト企業じゃなくて名前は間違えたよ、うん、働く時間が長くなってしまえば長くなってしまうほどですね、あの皆さんにとってもあのメンタル的にも体力的にもよくありませんし、そういう噂があの立ち広がっていくとね、新しい方を雇い入れるというときにですね、非常に大変な状況になってしまいますので、そこら辺は皆さんご協力ください。あの皆さんがね、あの非常にね、働くのが熱心で、もっともっとあの仕事頑張りたいよっていうあの強いあのご意志とお気持ちを持っていらっしゃるということは、あの非常に評価したいポイントであるんですけれども、あの経営の立場から考えてもですね、あの残念ながらそれをずっと続けるというわけにはいきませんので、そこのご協力あってこそ皆さんがあってたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。あの別にですね、あの皆さんにね、あの強制労働を強いたいということではありませんので、ですので、まあ、私はあの経営者の立場からですね、あの一緒にタイムカードをこちらからあのちょっと自動で切らせていただくということで、あ、ダメですよ、ダメですよ、さあ、抵抗しないでください。タイムカードは勝手に切らせていただきますと。はい。で、非常にですね、もう本当にね、働き盛りのね、おじいちゃん、おばあちゃんたちがいるので、まあ、最終職先としてね、私の村を選んでいただくことってね、非常にありがたいことであるありがたいことであるんですけれども、まあ、そこをね、逆らっていただかれるとですね、残念ながらね、皆さんをね、今後ね、雇い入れることとかね、続けることってね、非常に難しくなってしまいますので、そこのご協力はぜひよろしくお願いしますと。はい。で、あそこにですね、もうね、そうなんですよ、好き勝手やられてるんですよ、あそこにね、皆さんのね、洗濯物なんかを干されちゃったりもしてますんで、はい、そこら辺もね、ちょっとね、こう、良くないなって思ってるポイントでございますね。はい、もうこうやって手伏せるともね、こうしときましょう。はい。どうしてもね、指示に従えない場合にはですね、なので、精神は爆発させてもらいますというところでございます。それに足立ちにタタタタやっていらっしゃるので、はいはい。次は。いや、次ですね。はい、次タイムカード切る方はこの方でございます。はい、はい。で、この中でですね、まだね、いろいろとね、こう、もしかしたら、抵抗している方もいらっしゃるかもしれませんね。小さな鍵を手に入れたというところで、はい、ここ、なんか、ボーンと説明していくと、あ、ここの中には、大丈夫ですね。はい。残念ではありませんね。非常によろしい環境でございますね。はい。もう、あくまでもね、抵抗するんであれば、私は、拳で非常に戦って、拳でどんどん結局戦っていくと思います。
こうというふうに思っております。はい、じゃここら辺は大丈夫ですね。はい、ここら辺は皆さん、あのキャストの方がですね、あの中でゆっくりと過ごしていただくような場所になっております。ところがですね、あの私、あの座ってしまうとですね、どうしてもやっぱ血流が滞ってしまって、あのまあエコノミークラス症候群という危ないことにもなってしまいかねないかなという危惧がありますので、あの座らせるという環境は整えておりません。はい、そこら辺を考えるともしかしたらブラック企業かもしれないんですが、皆さんの健康を考えてのことでございます。はい、まあ立ってるよりもね、あの結局ね、あのゲストの方をねお迎えするにあたってですね、皆さんあのキャキャウフフと歩き回るっていうのがまあ習慣になっておりますので、まあ座る環境も特に必要ないのかなと、結局歩くでしょ皆さんというところでございますんで、ね、はい、でここ上登っていくとね、さっきね倒したはずの、ね、倒したじゃない倒したって言っちゃった、あの先ほどね、あのタイムカードを切ったはずのね方のね、やばいでございますね。あー、拳で抵抗してきやがった。一緒に働いてる仲間を、こんな風にね、あの落として、言いたい、なんだなんだなんだ、落としてっていうね、非常にね危ないね方もいらっしゃるんでね、はい、まあ、これがあの労働組合の恐ろしさでございますよ。でこれをくぐっていくとですね、後ろからもドローンって言いますんで、はい、これから、はい、残念でした。はいはいはい、あー、またさ、タイムカード切らないでというふうに、もう暴れ散らかす方がいらっしゃるんでね、そこら辺ちょっとよろしくないですね。はい、タイムカードはもう遠慮なく切らせていただきますよというところ。どこからなんかあのチュドンチュ言おうとしてるんですけど、どこにいらっしゃるのか分からないんですけど、はい、いい加減にしていただきたいと。わあ、これはもうあの経営者からの心の底からの思いでございますね。はい、とりあえずここをポンと開けておきましょうか。開けておくとあの皆さんがね、あの無事に帰る道を作ることができましたので、はい、皆さんちゃんとあの帰ることができますよという道は用意しましたので、さっさとタイムカードを切ってお帰りいただきたいかなというふうに思います。はい、大丈夫ですね。で下からまた下から来てますね。はい、彼女はですね、あの迷子センターのおばちゃんでございますね。はい、あのもうこの道30年のベテランでございますから、あのどんな迷子が来てね、あのどんなに性格の悪いとか、あるいはね、あのもうママがいないことによる恐怖心でギャーッと泣いているお子さんであったとしても、あの彼女が一声かけてあげるとピタッと泣き止んだりとかね、生意気な態度が終わって、ママの名前はって言ってるのに佐藤美智子さんっていう風に言ってくれるというところでございますと。で続いてですね、まだいらっしゃいますね。彼はあれなんですよ、あのジャングルウンズのあの船長でございますね。はい、ところが最近ですね、あのネタがね昭和すぎて古いということでね、あのもうちょっとあの令和の時代に入ってきたんでね、最近もちょっとやめましょうかということで、はい、ダーンということで、はい、もう腕をちぎっておきましょうね。はい、あのなんだっけ、あのソーダ船、なんだっけ、あのま、回すあれをね、くるくるすることができない環境になってしまえばね、あのジャングルクルーズの船長ももういよいよ諦めてくださるかなというところでございますんでね。はい、で、ちなみにですね、もうそろそろちょっとあの彼らにいい環境を与えすぎたかなというところがございますんで、ちょっと私もあの心を鬼にしてですね、あのここを進んでいくということはさせないようにするために、ドーンとここの橋をね、はい、もうこれ以上こっちに進ませませんよということをしておきたいというふうに思います。ちなみにですね、私もね、あの今までね、カツカツのね、あの鉄視線でやってるんで、あの安心してくださいねっていうふうにことをお伝えをしていたんですけど、まあ、残念ながらですね、ここあの橋だけは唯一脆いということでございました。はい、あーもう鬱陶しいな。はい、バーン。はい、あれなんかもうウホウホ言うてるドンキーコングちゃんがいますんでね、ドンキーコングって名前、まあいいかも、てってますとか言ってるんです。はい、あの実物をね、あの出さなければ大丈夫です。名前に出すくらいだったらね、もうそれがダメだったとしたら、今頃ね YouTube のね、ありとあらゆるあのサイトに関してバーンされているというふうに思います。そんできてんでべーど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 ー、はい、あの身を挺してね、あのタイムカード切らせませんよというふうにやったので、ね、タイムカードを切ろうと、あの強引にでも切ろうとすると、ああいう風になってしまうということでですね、あの私が、ね、あの身をもってね、あの教えさせていただいたというところでございます。はい、ということで皆さんですね、あのあまりにも働きすぎるとですね、あの労働、あの経営者から一体どういう仕打ちを受けるかということはね、あの今のね、今回の回で身をもってあのご確認いただけたかなというふうに思いますんでね、あの働きすぎにはご注意ください。皆さんのやっぱりね、あの心身ともにね、あの健康で過ごすためには、あの会社であの仕事をするということとですね、まあそれはもちろん学生の方だったら勉強と、そしてあのプライベートを大事にするということのね、この2つのね、あのいわゆるワークライフバランスということを大切にして生きていくということが非常に大事になってまいりますんで、そこら辺きちんとあのご注意くださいということでございます。ということでですね、はい、こちらをくるくる回していて、ここからですね、あの前回のあの観光ツアーの中で最後に出てきたですね、心よくこの観光ツアーを引き受けていただいたあの村長の家にね、あの皆さんご招待していきたいというふうに思いますんで、まあ、その前にですね、あの廃工場でちょっとあの忘れてしまっていたですね、ものを、取りに帰って、はい、こちらですね、こちらをオープンセサミして、今回のパートは終わりにしたいというふうに思います。はい、これで多分、宝物は全てを集められてるんじゃないかな、今のところ進むんで
と思ったんですが、全言撤回でございますね。はい、警告に取り忘れているものがありますので、皆さんと共に一緒に取りに行きたいと思います。はい、経営者はですね、一つのことに長けているんですけれども、マルチタスクというものが苦手でございます。はい、です、ところが、まあ、マルチタスクが苦手というのはですね、人間誰しもあることだと思いますので、皆さんね、全部のことをね、一人でやろうなというふうに思われてね、皆さん自身が、これは得意だということをね、集中して、苦手なことっていうのは、それが得意だっていうことが、ね、他にもいらっしゃるかというのは、まず間違いなくあると思いますので、そちらをね、他の方に任せて、皆さん得意なことに集中するという、これが、マネジメントであり、皆さんが幸せに生きていくためのコツでございますから、そういうことを注意しながらですね、ぜひね、仕事と弟を盛り上がっていただけたらというふうに思います。ところで、どこかにですね、確か宝物がどっかに、ね、あると思うんですけど、宝物が一体どこにあるのかちょっとわからない。あれですかね。あれですね、だ。はい。じゃあ、こちらをカチャーンというふうに落とすことができましたので、こちらを拾ってですね、また、セーブをして、本日のパートは終了とさせていただきたいというふうに、セーブって言っちゃったよね。はい。観光ツアーは一旦ですね、ここで締めさせていただきたいというふうに思います。はい。ということでね、今回の監督もね、働きすぎるとどうなるかということをですね、ここに働いてらっしゃるキャストの皆さん身をもってですね、教えていただいたということで、感謝を込めてチャンネル登録ボタンとグッドボタンをぜひ皆さんの方でも押していただけたらなというふうに思います。はい。ということでですね、本日の動画は以上とさせていただきます。セーブポイントのところまで行ったら一旦終了とさせていただきます。では、お疲れ様でした。意外と遠かった。これで、石炭を使ってですね、このトロッコをね、バン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 やっていくことによって、ウルトラバサミが出来上がっているということです。はい。これでシャッコン、シャッコン、シャッコン、シャッコンってね、まあ、さっき前々回パートだったね、前々回パートで化石も掘ってるんですよということをね、お伝え、前回パートが掘ってるんですよということをお伝えしたんですけど、実はこれでもですね、イグアナドンとかね、ティラノサウルスとかね、ベロキラプトルとかの、骨を掘っているということでございます。先にリラの骨を引っ掛けてね、ファーって引っ掛けるというところでございますね。はい。じゃあ、彼がね、なんかいろいろ売りたそうにしてるんですけど、私はここで一旦ね、シフトの都合上休みに入りたいというふうに思いますので、ここら辺で終了させていただきます。ではまたお会いしましょう。バイバイ。